皆さんこんばんは。今回は CM、ドラマ、バラエティなどで大活躍の伊藤沙莉さんについてお話しします。まずは軽くプロフィールをご紹介します。生年月日1994年5月4日27歳、出身地千葉県、身長151センチメートル、血液型 A 型、職業女優、ナレータータレント。伊藤さんは2003年にドラマ14ヶ月妻が子供に帰っていくで芸能界デビューしました。兄は吉本興業所属のオズワルドの伊藤俊介さんで、デビュー当時は兄からは兄弟だと言わないでと言われていたそうです。名前は個性的に育ってほしいと願った母親が沙莉と名付け、祖父が漢字を当てたそうです。伊藤さんは韓国人ハーフと言われていて、父親が韓国人かもと言われていますが、ハーフもしくはクォーターであることは間違いないようで、伊藤さん本人も認めているそうです。父親は伊藤さんが物心つく前に離婚していたそうで、現在ではすでに亡くなられているようです。そして伊藤さんの兄のオズワルド伊藤さんと一緒に住んでいた時の家賃の割合が明らかに伊藤さんの方が多かったそうです。兄が4万、伊藤さんが12万の家賃を払っていて、妹の伊藤さんが3倍も家賃を負担していたそうです。しかしそんな兄も伊藤さんを溺愛しているそうで、伊藤さんのことについて聞かれると、天才女優をやらせてもらってますと妹愛があふれているようです。そして親族一同で伊藤さん出演の獣道を映画館に見に行った時に、兄は頑張ってる妹を見て大号泣してしまったそうです。伊藤さんが小さい時には授業参観や卒業式にも参列していたと言われています。また伊藤さんの3歳年上の姉のしおりさんは、伊藤さんと兄が声を合わせて真ん中のやつが一番やばいというほどだそうで、伊藤さんのラジオ番組にも遊ぶ予定があるからと来なかったり、お金は手に入ったら入った分使うなど、とにかく破天荒な人のようですね。そんな姉のしおりさんが伊藤さんにアドバイスしたことがあったそうで、お前は現状維持に満足しないこと、お前らしく突き進めばいいと言っていたそうです。兄弟3人とも仲がよく大事にしているようですね。そしてそんな伊藤さんにもやはり恋の噂があり、伊藤さんと熱愛が発覚したのはセクシーゾーンの菊池風磨さんで、笑顔が魅力的な伊藤さんとイケメンと評判の菊池さんならお似合いのような気もしますが、この報道は本当なのでしょうか。過去の報道を遡って調べてみた結果、伊藤さんと菊池さんの関係は実のところ明らかになっていないようです。この熱愛報道を受けて伊藤さんは謝罪するとともに交際の事実を否定しているそうです。菊池さんと熱愛報道のきっかけになったのは、2人が仲良く歩いていている姿を見たというネットの書き込みだったそうで、仲良く歩いていただけでただの噂だったようです。そして熱愛彼氏が千葉雄大さんなのではとの情報もあり調べてみました。伊藤さんと千葉さんは2020年に放送されたいいね光源氏くんで共演しました。この撮影で気が合った2人はプライベートでもよく遊ぶ仲になったんだそうです。さらに2022年2月6日には千葉さんが監督、脚本、主演を務める映画プロジェクトアクターズショートフィルムアンタに伊藤さんも主演で出演していて、2月に放送配信される予定だそうです。そんな2人はプライベートでカラオケに行くそうで、インスタで写真を投稿したりしています。ですが週刊誌などに撮られたわけでもなく、千葉さんの関係もただの噂という感じでした。またある番組に出演された時に自身の結婚観について話していたようで、結婚願望は2019年まではあったけど今はない、出会いは奇跡ということを共感できる人ということでした。そして好きな男性のタイプも手が魅力的な人、笑いのツボが同じ人と話していて、同業者とはお付き合いしたことがないと公言しているそうです。連日ドラマやバラエティで大忙しの伊藤さんを
テレビで見ない日はないほどですね。個性的な演技で魅了する伊藤さんの今後の活躍を応援したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。